続きまして、紅葉の月、秋の月変奏曲、滝廉太郎の作曲です。日本を代表する作曲家、滝廉太郎の生涯を語り、音楽は紅葉の月を笛、奏、歌で、秋の月変奏曲は奏二重奏で聴きます。よろしくお願いします。1879年、明治12年8月24日、滝家の長男として日本を代表する作曲家、滝廉太郎は東京で産声を上げました。父義弘が役人だったため、幼い頃から転勤で東京、横浜、富山、再び東京、大分、武田と転々と住まいが移る暮らしでした。山々に囲まれた城のある町、武田で友人たちと過ごした少年時代が廉太郎にとって何より幸福な時でした。音楽の道に進もうと決意を固めたのもこの
武田の地だったのです。友人たちと肝試しをした夜の岡城、大声を上げて反響を楽しんだトンネルの中、いろいろな思い出を胸に、満15歳で音楽学校受験のため武田を出た連太郎は、心震わせ東京へ向かったのです。同年、音楽学校の合格通知を最年少で取得できた喜びはいかばかりであったでしょうか。猛勉強を続けた連太郎は、19歳で音楽学校本科を優秀な成績で卒業、さらに研究科に入り、作曲家としての道を歩み始めたのです。Oh.
を続ける連太郎にドイツ留学の話が起こりますが、それを1年流してもらい、幼稚園唱歌、組歌四季、そして土井晩水の作詞で荒城の月と次々に作曲し、21歳になった連太郎はいよいよドイツ留学に出発することとなったのです。ドイツでも連太郎の作品は大きな賞賛を受けました。とりわけ荒城の月はドイツの学生たちの心を捉えました。国を越えて心にしみるものがきっと伝わったのです。語学にピアノ演奏にと精進を続ける連太郎に不運が見舞いました。秋から冬にかけてのドイツの寒さで風邪をこじらせてしまった連太郎は入院し休学することになってしまったのです。病状は回復せず、ついに帰国命令が出てしまいました。涙をこらえ日本に向かう連太郎に思わぬ出会いがありました。イギリスのテームズ川のほとりに数日滞在することになった連太郎を友人の誘いで土井晩水が訪ねてきたのです。不思議な縁に二人は手を取り合って喜び再会を誓ったのでした。しかし日本に戻った連太郎は日に日に衰弱し、
23歳の若さでこの世を去ってしまったのです。病名は肺結核でした。偉大なる作曲家の御霊を忍び、彼の作品で組歌四季より秋の月を演奏いたします。
Thank you.